はい、モコフィットネスです。ですね、今日は週末の日曜日5時間練習のチーム練習の風景を、まあ、映そうと思ったんですが、なんかソニーのアクションカム動画モードになっていなくて、まあ、撮影ができなくて、今日は雑談動画に変更すると同時に、その5時間練習の内容を、公開したいと思います。あと前回の楕円チェンリングのちょっと補足をしたいと思うので、今日もお付き合いください。それじゃあ始めましょう。はい、ですね、5時間練習、今は冬なので前半のソロ練を、ローラー台で行います。で、まず20分、テンポ走よりちょい上げ目ですね。はい、具体的に言うと、僕はだいたいトレーニングの日は20分200ワットぐらい、ちょっとつらめですね。ちょっとつらめの20分間を走ります。はい、5分ほど休憩を、軽く休憩をしてからアップの中の、メインです。はい、15秒後傾デンスで30秒レスト、これを20セット行います。はい、で15秒は、今映ってるの通りに、170から200軽デンスですね、回転を目指し、目標として15秒間、で30秒レスト、はい、それを繰り返します。この別15秒30秒20セットは何の意味もないです。まあ何の意味もないというか、一応いろんな本を見て自分なりすごくアレンジとスパイスを聞かせて、要はアップなのでもう早朝なんですね。もう4時を起きてやるので、着付けみたいなもんですね。もう刺激が入るんですよ。200回転とかラスト200回転とかするんですが、ワット的には250ワットぐらいしか出てません。そのくらい心拍がガツンと上がります。で、足もなんかピリピリして、で実はこの後傾デンス、なんでやり始めたのかちゃんと意味があります。ですね、ここがまた雑談の一つなんですが、前 DI2 のバッテリーがなくなったことがありました。練習中にチームの方と帰りに、そのバッテリーがない状態で後ろについて帰ったんですが、若干下りだった時にスピード出すって言ったら、すごく高回転のケイデンスで走らないと追っつかないですよね。5時間のトレーニングをしていて、なかなか筋肉痛なんて起こらなかったんですが、それをやって帰った時に、その日の夜筋肉痛になったんですよ。こんだけ激しいトレーニングをして、一度、まあ最初の頃は筋肉痛になりましたが、もう慣れてくると筋肉痛にならないじゃないですか。まあちょっと疲労感ありますよ。でもその日の夜は筋肉痛になりました。だから、あ、高軽電数をやそこで初めてやって、やっぱ何かしらの刺激を入れるのはいいもんだなと思って、でそういうなんかトラブルからの勉強をして後傾デンスをやるようにしました。で次、ここからがソロ練のメインですね。3分もがき3分レスト、これをちょっと前は5本やってたんですね。で最近もうやめました。3セットで終わりにするようにしました。その3分の、目安は体重の、5倍から 5.5 倍を目安に3分踏みます。今僕で言うと310から340の間ですね、を狙っていきます。ラスト1本はできれば 5.5 倍で、レストを入れて、次は、よく僕がまた言ってますね、大好きな30秒30秒20セット。これはご質問もあったんですが、これも僕のスパイスが入ってます。俗に言う L6 という強度ですね。僕の場合は具体的に言うと400ワットを目安にします。で、ここの、これは僕のスパイスがかなり入っているんですが、僕は
クリテリウムに しても、エンデューロにしても、カーブの立ち上がりですね、がものすごい弱点でした。で、そこでみんな結構高負荷で立ち上がるじゃないですか。で、僕そこに追っつかなくて、どうにかしてその高負荷を何本もやっても垂れない足を身につけようっていう僕の弱点だったので、いろいろ考えていきついた結果、30秒、30秒、6L6 の20セットを行うようにしました。これかなりラスト5本あたりはかなりしんどいです。でもどちらかというとこっちはしんどいですね。3分3分の方が。だけどこれも、負けずとしんどいです。そうですね。で、この30秒30秒なんですが、ですね、やり方によってかなり変わってきます。というのは、僕はその400ワットを踏んで、レストの30秒は本当にレストです。人によっては L5 ぐらいで、踏んで、レストをちょっと踏み込んだ状態でレストする、そんなに落としきらない方もいます。で、それはそれで効果がまた僕の、30秒30秒とはまた効果が変わってきます。波が僕の方はあるので、どちらかというと瞬発的な力ですよね。で、完全レストに してしまうので、で、30秒 L5 ぐらいだ、僕で言うと300ワットちょいぐらいで踏んで、で、レストをだいたい150ワット以上200ワット以下で抑える、練習になると、今度はその波が緩くなりますよね。ガツンといかない。だからどちらかというと遅筋を使う方の運動、僕はどちらかというと側筋方面の、30秒30秒です。だからそれは自分の、弱点とかを見極めて30秒30秒を行ってください。はい。と思います。はい。で、次。1時間のテンポ走ですね。で、ここ実は僕公開したことないんです。これ初の公開。もうさっきから映ってると思いますが、はい、これですね。1時間のうち5分に1回30秒のアタックをします。はい。まあ、スプリントまではしません。スプリントすると、また次の、5分間、テンポ走、もうヘロヘロになって5分間も走れませんからね。あくまでも、その5分に支障のない。で、僕で言うと、このテンポ走は、強めなので、230ワットぐらいで5分間走り続けます。で、そのうち30分の1回は300ワットぐらいです。これも、これでかなりきついです。はい。だいたい2時間から2時間半。ソロ練かかります。この時点で TSS がだいたい毎回160ぐらいの TSS になっています。チームと合流して、それからだいたいチームで1時間ぐらいですね、周回練習を行います。はい。で、ちょっとチームの方には毎回ちょっと申し訳ないんですが、前半が前半なので結構濃い練習なので、チーム練の美味しいところしか僕は参加しません。これ本当チームの人にもういつか怒られちゃうと思うんですが、だけど僕も一応トレーニングなので、ちょっとそこら辺は、卑怯な真似をさせてもらってます。っていうのは、最後のスプリント合戦が僕の中でメインなんですね。チーム連の中で。途中のもちろん駆け引きも調子良ければ乗りたいんですが、次なんですが、まあ、さっき映ってると思いますが、はい。これですね。これが最近の、僕のまた新しいトレーニングです。前半に言ったソロ練で3分3分前5本やっていたのを減らして3本にした理由はここにつながるんですね。前このチーム練でお開きでした。ところがこのチーム練が終わった後、7本のフルスプリントをします。はい。これをするためにここで TSS を若干抑えます。ここに TSS を持っていきたいので、はい。なので3本に減らしました。で、ここでフルスプリントの練習をします。で、なんで僕がこの練習を入れたのかっていうのは、同じ刺激をずっとやり続けると筋肉が慣れてしまう。これはまあ多分トレーニングを行っている方はもう皆さん知ってると思うし、有名な話ですよね。筋肉が対応してきちゃうんですね。なので、それを防ぐためにも、僕が一番やってないような練習を、やってみようと思ってフルスプリントの練習です。で、やってみて分かったんですが、
やったことないんですね。やってるつもりでいるんです。これはちょっと今度このスプリントだけの、またお話を次回します。一応栄養学とかの話と、リンクさせる。フルスプリント、本当のスプリントというのはおそらく10秒以内だと思います。人間が出せる本当のフルスプリントというのは10秒以内。本当に知らない刺激が入ったんですね。まあちょっと言うと ATP-CPK というエネルギーなんですが、まあご存知の方もいると思いますし、はい、そのエネルギーを、使用して、スプリントっていうのは速筋っていうのは使われます。はい、でそんな感じで、これで大体5時間か6時間のトレーニングになります。いつもの日曜日の練習になります。でちょっと雑談なんですが、トレーニングの前って高強度の時がある時って憂鬱ですよね。でそこで僕はまあいろいろ以前からプレワークアウトのサプリを取ってみようとか、はい、でいろいろこう自分の活力を上げるための、いろんな方法を試しているんですが、最近ちょっと面白いものがありまして、まあそれをまた別の機会にまた話します。ただ今日はちょっと軽く触れるんですが、ですね、有酸素運動を、かなりハードに行っている方はテストステロンというホルモンが下がってきてしまいます。はい、でそのホルモンが下がってきてしまうとテンションが上がってこなくなったり、それが、減ってきてしまうので、でこれもちゃんとした文献があって、ちゃんとした高いエビデンスがあって、はい、で今日はまあこの触れるところはこの辺でちょっと止めておくんですが、楕円チェーンリングの補足がありまして、ちょっとコメント欄からご指摘を受けて、あいけないそうだったと思って、それはパワーの話が一切出てなかったんですが、っていうのは心拍のところの話で同じワットで楕円に変えると心拍が下がりました。で心拍を前の心拍まで上げると、はい、ワットが上がりますよね。はい、で僕の場合はこの 2,3 拍下がったんですよ。で 2,3 拍じゃあ前と同じ 2,3 拍上げたらワットが上がりますよね。で170ワットの流しで走ってた時なんですが、心拍が下がったのでそのいつもの心拍に持っていきました。そしたら170ワットで走っていたところが180ワットちょいはいきましたね。スプリントになるともうちょっと分かりませんね。はい、もし僕と同じ現象が起きた方は、かなりまあ、ワットが上がるぐらいですからね、有利に楕円が働いてると思うので FTP 計測をもうすぐさました方がいいです。っていうのは TSS 管理がずれてきてしまうので、あとカロリー表記も全部ずれてきてしまうので、もし僕と同じ現象が起きたら FTP 計測を行ってください。はい、僕は嫌ですがやりました。はい、でそんな感じで、今日はなんか変わった動画になってしまったんですが、いかがだったでしょうか。はい、でちょっとでも、今日のお話が、面白かったらいいね、チャンネル登録お願いします。はい、それじゃあまたお会いしましょう。また。